令和元年度、診断士一次試験科目別解説動画財務会計の解説を始めます。レック専任講師中小企業診断士の大谷です。よろしくお願いいたします。まず解説の方はですね、レジュメを確認しつつ、解説をしていきたいと思います。まず公表なんですけれどもね、まあ初心忘れるべからずというところですけれども、まあ基本とか、そういった基礎ですね、そういったものを大切にしっかりと学習していくっていうことがやはり重要かなというところでね、この文言を全体の公表として書かせていただいてます。ではね、内容の方ちょっと入っていきたいんですけれども、公表としてはね、非常に今年の財務会計例年に比べて取り組みやすかったというのがね、言えるかと思います。合格率が 16.32% ということでね、去年の難易度が高かったパーセンテージ、6% ぐらいですかね、7%、6から7% ぐらいと、それから比べるとね、非常に取り組みやすかったのかなというのがね、言えるかと思います。出題の大枠なんですけれども、会計分野から小問レベルで13問、で財務分野からは小問レベルで12問ということ、また計算問題がね12問ということで、大枠のレベルで言いますと、例年通りと、変化なく分類で出題されていたのかなというのがね、確認できるという内容でしたね。ところがですね、もう少し内容を細かく見ていくと、新しい論点とかね、それから論点としては変わりはないんだけれども、ちょっとね、出題のされ方、聞き方が若干違うという部分、それから出題順ですね、おおむね財務会計って診断協会が出している、出題の内容というね、シラバスというような、そういったところとおおむね並びが合っているというような出題なだったんですけれども、これね、去年からの傾向なんですけれども、順番が入り組んでいると、なのでね、こう過去問とか見ながら順番の中でね、60分の過ごし方なんかをアウトプットトレーニングされた方だとちょっとね、混乱したというようなこともあるのかなというのがね、若干感じるところでしたね。ただね、見慣れない出題なんですけれども、よく見ると基礎的な内容だったりで、過去問とほぼそのままというような問題もあってね、試験対策を基本的な論点の学習で、その後で過去問で繰り返し定着化と、で最後アウトプットトレーニングをやって、何かしらイレギュラーな問題にも応用力というところで対応できるような、そういった流れで基本的な、試験対策を行ってきたという方であれば、十分合格点ね、60点のみならず、もしくはと言いますかね、80点というのも不可能ではない点数得点だったのかなというのがね、言えるかと思います。で、正答率ね、結果からもなんとなく想像つくかなと思いますけれども、全体の正答率、これが 60% 以上の問題がですね、実は15問と非常に多かったんですね。この時点で、各問題4点ですか、1問4点の配点ですから、これだけ取ってればね、もう60点取れたかなと。ただですね、難問と言われているもの、全体の正答率が 25% に満たないものであるとか、初めて出題されたもの、そういったものが、散らばめてあったので、見慣れない問題であるとか、すぐに、論点が確認できないような問題といったものを後回しにして、最初にね、きちんと得点できるというふうに判断した問題をやり、その後に戻ってきてね、見慣れない問題なんだけど、論点、基本的な論点なんだなって気がついたり、もしくは過去問と同じかなというふうに気がついたりとか、あとはよく読むとね、選択肢、難しい選択肢並んでるけれども、確実に分かるのは1個だけあって、でそれが実は正解と、1点突破問題とかっていうふうに呼んでますけれどもね、そういった問題もありましたので、そういった順番を意識しながら、きちんとね、60分という時間の、使い方、これをアウトプット練習でやられている方であれば、全く難しい問題ではなかったかなと思います。で、これね、受験者数、次のレジュメ、次のページの受験者数と、合格率の推移というグラフをね、見ていきたいと思いますが、
これ縦軸、黄色の方がね受験者数になっています。で棒グラフのね水色のとこ、これが合格者の数、でパーセンテージですね。で合格率、折れ線グラフになっている黒いとこ、これが合格率のパーセンテージになってきます。で赤く引っ張ってあるよこの線ね、これが 20% というところで、まあ概ねね一次試験合格率 20% というふうに言われてますから、そういった観点で、まあ、全体並べて 20% なのでね、 20% 満たさなければ、まあ、ちょっと難しい科目と、それを超えていればちょっと得点しやすかった科目というのが見えるというふうなね、グラフになってます。で昨年度、まあ、平成30年度ですね、非常に難しくてかなり難易度上がったんですね。でこの昨年度と同様の難易度っていうのをちょっと過去遡ってみると、まあ何回か出ていて、まあここまでね難しくなると、まあ当然難易度は下がって、得点しやすいところになるかなと、まあそういう傾向がおおむね多いですねというところで、まあ例年といいますか過去の推移にも基づいて難易度っていうのが優しくなってるっていうのが確認できるかと思いますね。ではですね、出題の領域について診断協会発表の出題分野からの分析というね、次のところを見ていきたいと思います。この表の見方なんですけれども、左側ね、これが診断協会から出ている試験科目設置の目的と内容というところにね、記載されている大分類と小分類というのを、ずっと並べたものですね。この後ろにね、診断協会が出しているものは、まあ解説というようなことがあってね、具体的な論点の名前がまあつらつらと書いてあったりするんですけれども、それは省略して大分類小分類というのが左側に並んでいます。でこの右側ね、ちょっとこれ誤記ですね。本年度の一次試験の出題の内容、まあ問題別にね1問から23問までで小問も合わせてというところで、それのキーワードと言いますかね、この出題分野とね、マッチングといいますか、紐付けできるような、まあ、そういったキーワードというものを、ここに記載しているという表になります。で、これ、それぞれの問題がどこの分野に、当てはまるのかといったところをね、この矢印で表していて、白が出題がなかったところ、それから黒い四角、ね、これが出題されていたところという、この表の表し方、この表の見方になります。で、まあ、前半が会計と言われているアカウンティングの領域と、それから後半が財務、ファイナンスと言われている財務の領域の問題と、この大枠を崩すというようなことはなかったんですが、これそれぞれのね、線の、武器、順番を見るとね、かなり順番がこうバラバラと言いますか、変更されている、違うんだなっていうのがね確認できるかと思います。で財務会計ずっとね、本試験の問題の分析とかもしていますが、おおむねずっと永遠ね歴史的にバランスよく出題されているという科目だったんですね。この領域についても、まあほぼね黒丸がずっと並んでいたり、で順番がこうその分野に沿って並んでいたりと、あとはここね非常に皆さん誤解しているところがあるんですけれども、これ下線が引いてある問題、これがですね計算問題になります。計算問題ね、で計算問題、令和の元年度というところで言うと12問が計算問題で、計算問題と知識問題の割合ね、これも 50% ずつというね、非常にバランスがいいというふうなのが財務会計のね大きな出題の傾向でした。ところが昨年度からですね、ちょっとこの順番が前後するというようなことがちょっと見受けられてきて、それともう一つ、大分類という括りの中でね、出題がないところっていうのが2つあったんですね。5の利益と資金の管理というところと、キャッシュフロー、キャッシュフローマネージメントですね、計算書ではなくてキャッシュフローのマネージメントという領域、これ実は昨年度も出てなくてですね、まあ昨年は初めて見えた、傾向だったので、まあ、次の年どうなるかっていうのは非常に難しかったんですけれども、結果としてはね、昨年度のこの線のばらつきと、それから大分類
出てない分類があるというようなところはね、昨年から引き続き、見られた傾向というのがね、言えるかと思います。ではですね、次に、正答率と、正答率という観点でね、今年の問題を振り返っていきたいと思います。正答率、この表なんですけれども、どういうふうに、構成されている表かと言いますと、まず投資番号でね、1問目から25問目まであって、この3つ、これが、まあ、第何問の、まあ、設問1、設問2というような形でね、出題された問題というのがここに書いてあります。でその次に書いてあるのが回答ね、正答の選択肢というものが並んでいると。でその次の正答率なんですけれども、まあ、全体の正答率ね、まあ、過去問の解説とか、そういったところに記載されているような正答率、外に出ていくときにはこの全体の正答率っていうのが出ていきます。この左側と右がね、何なんでしょうかというところなんですけれども、この左側60点以上ね、60点以上を得点された方たちの正答率になっています。ですから科目合格された方たちの正答率というふうにね、見ていただければいいかなと。一方この右側ね、これは60点未満の方たちの正答率と。まあ惜しくも科目合格には至らなかった方たちの正答率というのが、こちらの方に並んでいるという表になります。でこの次の、60点以上と60点未満の差っていうのはこの正答率の、60点以上の正答率から60点未満の正答率を引いた差分ね、差分のパーセンテージというのがここに並んでいると。でまあその次の分類なんですけれどもね、この正答率というものを見た結果もう絶対に取れないといけないと、まあ、取ってほしい。まあここは最低といいますかね、合格の最低ライン、まあ、合格できるというところですね。そういうところを、見るとここは必達であろうと思われるものに丸がついています。でこれ必達っていうのはね、もう当然全体の正答率が 60% 以上ですよというものについて必達というものに丸がついていると、これ数えるとですね、なんと15問あると。今年の問題は必達というものだけで、60点というものを取れるというような構成だったんだなというのがね、確認できるかと思います。で、その次ね、まあ、新しい論点というふうに書いてありますけれども、本年度ね、初めて出たような論点。で、三角のところは、新しい聞き方ですね。まあ、全く新しい論点とも言えないんだけれども、まあ聞き方として新しいと言いますか、今までちょっと見たことないようなね、聞き方をしていると。それが新しい論点というふうなところでね、くくられて書いてあります。で、新しい論点ね、ここちょっと誤記があるので、申し訳ないですけれども、こことここはね、ちょっとバッテンをしてみていただきたいと。で、新しい論点というふうに数えられるのが、3つですかね。で三角新しい聞き方、まあ、2つというようなね、そういった分類が確認できましたと。であとその次ですね、同じ過去問というふうに記載してありますけれども、同様の出題がね過去に見られたというもの、それがここに丸が記載されていると。これ計算すると8個ですか。8個あるんですね。ただね、今年の傾向というのかな、まあ、今まで同じ同様の出題のものが過去にあったという問題はあったんですけれども、かなりすごい昔の、もう平成13年とかね、平成13年もあったかな、十何年というような、もう過去問自体ね、どういった問題なのかっていうのを収集するのもちょっと難しいようなね、そういった年度から出てきているものがあったっていうのがね、今年まあ特徴的なものかなと思いますね。これ全部で8問ですか、8問ほど見受けられたと。でその次の難易度と言われているものね、これ全体の正答率が 25% に満たないものっていうものにを難問というふうに呼んでいてね、まあこれは、まあ、できなくてもしょうがないですねというところですね。でこういった問題、まあこういった問題に振り回されることなく、飛ばしてね、次の問題に行けるというようなね、そういった対応力大事だったかと思います。
ちょっとこの難問というのもですね、非常に低いパーセンテージで3問あってね、まあ、財務会計という領域で考えるとちょっと多いと言いますかね、まあ珍しいな、これもちょっと珍しいなというようなね、そういった感想を持ちました。でも必達と言われているものが15問あり、難易度が高いものが3問ありというところでね、非常に何て言うのかな、ばらついちゃった、難易度的には非常にこうばらついた問題だったのかなっていうのがね、確認できるかと思います。で最後ここね、合否を分けた問題というふうにね分類しているところ、合否を分けた問題、合否を分けるっていう問題はどういう分類のものかというと、ここですね、ここが 30% 以上の開きがある、科目合格された方、それから科目合格にね惜しくも至らなかった方との正答率の差が非常に大きいと。なおかつ、ね、なおかつ全体として見ると 60% 切っちゃうよね、そういう問題を合否を分ける問題というふうに呼んでいて、今年は3問ほど見受けられましたね。まあ、3問なんで、去年結構多かったんですよね。まあ、もちろん難易度高いとこの問題っていうのは増えていくっていう傾向はあるんですけれども、まあ3問ということで、まあ、少なかったかなと。でそれぞれの特徴をね、まあ、紐解いて見ていくと、まあ、第2問、第2問って圧縮基調とかっていうテーマのところでね、新しい論点だったんですよ。で新しい論点にもかかわらず60点以上取れた方ってね、60% 以上の正答率出てるんですよね。なぜなんだろうというと、これ新しい論点ではあるんですけれども、非常に品質と言われている論点、それの知識を持ってすれば、まあ、正答できるというような内容の持ったものだったんですね。新しい、ただ持ってる知識、今までの財務会計の領域の中で、十分学習してきた知識、それを使えば、まあ、取れただろうな、そういう問題でした。その次ね、第8問、これ税国家会計のところなんですが、まあ、税国家会計出るかなというふうに思っていたところね、そこで、まあ、見てみると税国家会計の基礎的な知識ね、これ計算問題で出たんですが、その基礎知識というところ、それを使えばね、正答にたどり着けるというような問題でしたね。それから最後の合否を分けた問題というところで、これ第22問の設問2なんですね。これ非常に、まあ、第22問に関しては後ほどね問題見ながら確認をしていきますが、過去問としてもね、まあ、類題というものがあるんですね。それもそんなに昔のものでもなくというところで、まあ、過去問をしっかりやり、それを認識と言いますかね、まあ、ちょっと難しい公式とかがあったりとかして分かりにくかったのかなとも思いますが、そういった基礎的なところをしっかりやり、なおかつねもう一歩深掘りして学習していく、この合否を分ける問題っていうのの大きな特徴っていうのは、一番大きな特徴っていうのは、それは決して難問ではないんですよ。難問ではなく、まあすごく重要な論点にプラスアルファ、まあ、ちょっと応用できるかであるとか、聞き方変えられても対応できるかというようなね、そういった基本論点のプラスアルファの力ですね、それが合否を分ける問題になる、ここはですね、延々と毎年毎年やっていても変わらない部分なんですね、合否を分ける問題の、ですから学習をするときには基礎的な問題をまずしっかり定着化させると。でその上で、まあ、定着化させるプロセスでね、まあ、過去問をしっかりやって、どういう聞かれ方をするのかといったところを定着化させ、なおかつ模試とかね、答練とかっていったそういったものでね、応用力、まあ、アウトプットですね、そういったところを最後仕上げにやっていくという、まあ、基本的な学習のプロセスですよね、それをしっかりやっていってちょっと気合がいりそうな論点ね、まあ、論点にもいろいろあってね、まあ、ちょっと難しいな、時間かかりそうなって言ってだなって思う論点もあるんですけれども、それについても後回しにせずにしっかりとやっていくというところがね、合否を分けるというところではすごく重要な学習方法なのかなっていうのがね、ここでも確認できるかと思います。
ではですね、類似出題というところで、まあ、過去問というふうにね、先今のページでお話しましたけれども、具体的な問題の番号というのを記載されたのがこのページですね。まあ、問題の番号があって出題の分野があってというところで、その次ですね、類似の本試験過去問の番号、これがね記載されているというのがこのページですね。まあ、平成の、まあ、28年度の第1問ということでね、そういう書き方をしてあります。でこれ太字で下線ですね、アンダーラインがあるもの、これはですね5年前以上の類題の番号になってきます。太字で下線があるもので、そうではないものは6年以上前の問題ですね。で当然新しい論点についてはハイフンということで、ないよというのはね確認できるかと思います。ここで見てほしいのがちょっとここですね、このページ、まあ、類題の出題状況というものも、まあ、毎年ね本試験のたびに作っているんです。でまあそんなに昔のものは、もうリストアップしないんですね。まあ大体10年ぐらいというものを目安にリストアップしないんですけれども、今年この2つがあるのでね、平成13年と19年っていうのをね、ここでちょっと記載してあります。で第3問のね、連結会計なんて平成13年の5年というところからね、もうすっかりそれっきり見なかったんですね。見なかったんですけれども、なんかポッと出てると、ただねこれ全体の正答率ですね、それもそんなに高くはなかった問題なんですが、60点以上取れた方たちってやはりここでもですねちゃんと 50% 以上の正答率を叩き出しているというね、ちょっと平成13年度を持ってくるどこから探すのかっていう風なね、そういった疑問も持ちつつうーんと思って考えていたんですけれども、これ実はですねフォーカステキストの方の連結会計ですね、そのところでですね、なかなか、まあ、テーマとしては非常に重要なのでテーマとして残っているというブロックでですね、過去問トライアルというところでね、載せてあったというのがね確認できるんですね。まあ、ちょっとフォーカステキストの方ね見てみますと、連結債務諸表の意義というところでね、ここでちょっと過去問トライアルと出していたんですね。まあ、ここというところ、あと、子会社の認定基準というね、ここがきちんと解説されているというようなね内容のものでした。なかなか過去5年の過去問だとね、まあ、本屋さんとかね、過去問とかっていうところで手に入りますけれども、それ以上の問題、それ以上昔のものね、もう特に10年以上昔のものとか、そういったものに紐づいているので、実際にねテーマを学習した後で過去問トライアルといってね捉えるというところだと、なかなか古い問題でも、ずっとこうやって載せ続けているというようなところでね、まあ、テキストにある過去問トライアルね、それもきちんと目を通すようにしておいた方がいいかなと思いますね。次に会計法上の計算書類ってね、まあこれもねもう平成19年ですがかなり昔ですよね。まあかなり大昔の、過去問で、これもやはり同じように正答率そんなに高くなかったので、まあ、なかなかね、60点以上取れた 方たちでもここまで古いのに遡ってね、学習するってのはちょっと難しかったなというのがね確認できるかと思います。あとですね、まあ、見てみますとね、非常にこう記載している過去問の数、今年この表すごい多いなって書いてて思ったんですね。でしかもですね、平成29年とか、平成30年とか、そういった5年以内の類題っていうのが非常に多かったので、これがですね、合格率を上げた要因でもあったのかなっていうのがね、確認できるかと思います。で22問、ね、22問って、まあ、小問か1と2とあってと。で、1個目が企業価値。それ、ROE と ROA という観点でね、それの企業価値で、設問2の方は MM 理論の企業価値を問われたんですね。でここのブロック、一行一行ではなくってまとめてちょっと一つの枠にしてね、そこに書いてあって
って、平成26年の15だと括弧1括弧2と、24年度の17問目だと括弧1括弧2ということで、問題の並びであるとか問われ方含めね、まあ本当にねよく出ている、ここまで出ているのは品質かなというふうに思えるんですよね。ただそれなのに正答率そんなによくなくてですね、ちょっと非常に私としてはここ何が難しかったのかなというふうにね分析していくのがね、分析するというふうに問題を改めて見ました。でその内容はですね、この次のところね、ここからですね実際の問題を見ながら、ちょっと具体的な内容ね、まあちょっとピックアップして何問目かというところ、まあ何問かピックアップしてね説明していくというところで、この第22問についてもね、しっかりと解説をしていきたいと思います。ではね、重要問題というところで実際の過去問を見ながら、今お話しした内容っていうのをね、解説していきたいと思います。最初に取り上げるのはですね、第2問、第2問をね見ていきたいと思います。これ圧縮基調というところで新しい論点だったんですね。で新しい論点なのに正答率を見るとですね、合否を分けた問題になっているというね、まあ非常に面白いと言いますか、そういう現象が見られた問題です。でこれなんだろうなと思ってこう問題を見ながらね考えていたんですが、この第2問って、レックの中上級のところでね、ズバリ当てた問題というふうに、ね、なっていたんですね。ですから中上級というところでね試験対策をされていた方たちはこの圧縮基調という言葉にもすごくね、柔軟に対応できたのかなというのがね、まあ、1点目考えられるところかなと思いました。であとですねこれ見ていくと、補助金もらったんでというところから始まってね、で減価償却しますよというところで、まあ、減価償却はねもう非常に品質でもう皆さんね確実に得点できるというようなね、分野でもあるんですが、そこでね、まあ、そのところの問題ね、そこの問題っていうところはほぼ問題なく対応できたかと思いますね。でここでちょっと私が思ったのは直接減額方式ね、この直接減額方式っていうキーワードに、まあ、皆さんね反応されたの、得点できた方は反応できたんじゃないかなっていうのがね、まあ、私が想定した内容と。で減価償却費と聞いてまず思い出すのはね、有形無形固定資産ですよね。で固定資産のところでですね減価償却の、ところでですね、減価償却の、財務諸表への表示の仕方っていうところがですねフォーカステキストの方には載っていて、そこにはですね直接法と間接法とありますと。で直接っていうのは、直接控除法はまあこの場合は建物ですけどね、この金額が財務諸表上どんどんね減っていくと、これ自体の数字が変わると。で間接法については減価償却累計額というところで表すんですよという記載あるんですけれども、この直接減額方式っていうところでね、これをイメージして、うまくちゃんとね正答まで結びつけることができたんじゃないかなというのがね、この第2問に関する、まあ具体的な内容ですね。ですので、まあ、知らない、例えばね、圧縮基調、圧縮基調という名前でもうこれ聞いたことないと思って、まあ、すっぱり諦めてしまうと、諦めてしまうのではなく、なんとかですね自分の持ってる知識で解けないかというふうにね考えていくっていうのもね、まあ、現場対応力といいますかね、すごく重要な応用力であったのではないかなというのがね、言えるかと思います。続いてね取り上げたいのは続いて取り上げたいのは第8問ですね。これもですね、第8問も合否を分ける問題というふうに分類されているものになります。第8問ね、
これ税効果会計の問題でね、まあ税効果会計については今年出るんじゃないかっていう想定してる、まあレックも含めてですね、そうっていうところが多かったというような問題ですね。で、これ税効果会計の、まあ税効果会計については久しく計算問題としては出されていなくてですね、まあ知識問題として出されていることが多かったというのがね、まあ今までの取材の流れでした。で、これまあ問題見てみると、計算問題でね、わあ、税効果会計、これ計算どうしようということで、後回しというかね、諦めた方もいたのかなと思いますが、基本的なところは、基本的な論点というのはたった2つしかなくて、実際にこの会社さんが減価償却として、減価償却費を算出しているものは4年と。ね、ただ税法上の減価償却費っていうのは6年というところでね、耐用年数の違いがありますよと。まあ、減価償却費ですから、ここの計算については、まあ、皆さんしっかりできたのではないかというところで、もう一個ですよね。繰延税金資産、繰延税金負債、ね、これって何ぞやっていう、これですよね。繰延税金資産っていうのは払いすぎた分ですよね。税法上払わなくていいというところまで余計に払った分ね、負債っていうのは逆に税法上払わなきゃいけないんだけど払い足りないね、会社の会計上払い足らないということが起きたと、この言葉の意味ね、しっかりと身についていましたかと。だとすればその次やるっていうことは、まあ、費用が大きいね、税金っていうのは最終的な利益にかかってきましたよね。税引き前、当期純利益、あそこに税金をかけて、税率をかけて税金というのは決まりますから、費用が大きければね、費用の方が実際の会計上の費用の方が、税法上の費用、まあ損金というふうに言い方しますけれども、それよりも多ければね、利益が増えますから、ね、税法上の利益が増えますから税金が増えると、ね、この流れが分かっていれば、減価償却費会計上は4年ですと、会社の会計上はね、ただルール的には6年ですと、まあ、費用が大きいんだなというのが分かりますから税金は増えてる、ね、ですから払いすぎてんだなといったところでね、繰延税金資産というものを選べたというね、まあ、そういう流れでね、正当に結びつけたのではないかというふうにね、想定できます。あとですね、続いて出題される第9問と第10問ですね、この第9問と第10問というところで、まあ、原価計算というところでね、毎年2問3問、あ、2問じゃない、2問程度、まあ、ほぼと言いますかね、出ているところと。ところがですね、延々ずっと出ていて、総合原価計算や個別原価計算ではなく、標準原価計算の再分析、それから直接原価計算というのは出されていたんですね。で、去年は、間接費、ね、そういったものが出ていたかと思います。原価計算に関しては出題される論点というのがね、だんだんと広がってきている、まあ深掘りするのではなくてね、ちょっと広がってきているっていうのがね、近年の傾向じゃないかなと思いますね。あと続いて確認していきたいのがキャッシュフロー計算書ですね。キャッシュフロー計算書というところで、これ平成29年度30年度というところで、今年ね、3年続いて出されました。まあ知識問題というふうに出されたんですけれども、計算問題じゃなかったとはいえ、3種類のキャッシュフローね、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、これについての理解を同時に問われた、ね、というのは、まあ、新しかったなというふうに、ね、考えられるかと思います。はい、では次に取り上げたいのが第14問ですね、第14問、
第14問っていうのは、正答率から見るとですね、まあ、皆さんできなかったというところでね、第14問な、まあ、難問なのでね、まあ、これちょっと取り上げるというところではあるんですけれども、これなぜ取り上げたかというと、平成30年の15問にですね、この時間的価値、本質的価値と、本質的価値と時間的価値についての問題がですね、平成30年度に出題されていて、なおかつですね、難問というものに分類されるような結果になってしまったというのが、ちょっと私としても非常に不思議なところだったので、取り上げてね、解説をさせていただきます。これまあ見ていくとね、まあテキストにないような、そういったキーワードがあるんですけれども、これ正解は A なんですよね。正解は A というところで、中を見てみると、本質的価値と時間的価値というような名前があって、これそのままね、30年度に出題をしてされていて、で解説の方にもね、この時間的価値と、本質的価値というものの解説ね、しっかりと書いてあったと。これはね、ちょっと、まあ、昨年度の、ね、解説ではあるんですけれども、ちょっとね、ページを変えて見てみますが、まあ、オプションの価値っていうのは、時間が経つにつれてね、最後はゼロになるというんですけれども、時間の価値っていうのは、行使日に向かってどんどん減っていくと。ね、行使日に向かって減っていくというの。で、オプション価値は本質的価値と時間的価値というもののプラスでね、計算されるものですよというところがあるので、これどっちかがゼロだとしても、どっちかがゼロだとしても、もう片方が正であればね、行使する価値がある。だって価値があるんだからね、というところでね、この選択肢 A というところでね、一点突破できたのかもしれないというふうに思えるという問題ですね。で、これ続いてね、第15問の方も見ていきたいんですけれども、第15問というところは、全体、まあ、60点以上取れた方の正答率も、まあ、60点に満たない、まあ、ただね 57.9% なので、まあ、ちょっと惜しかったかなと、もうちょっとで合否を分けた問題になったかなというところではあるんですけれども、この問題もね、まあ、ちょっと見ていくと、まあ、ポートフォリオに関する記述として最も適切なものはどれかというふうに、問われていて、まずこれね、正解は A なんですけどね、正解はで、あの選択肢見るとね、安全資産とはリスクのない資産であると定義される。これ定義されますよね。で、この第15問が、この非常に非常に、誰もが知っていて、誰もが分かっている選択肢のあが、正解なのに、ここの正答率っていうのが上がらなかったのは、これ他の選択肢がちょっと難しいと。まあ、選択肢の E を見てみると、安全資産と有効フロンティア上の任意の点で新しいポートフォリオを作ることにしたと、でこの時新たなポートフォリオとリスクとリターンの組み合わせは曲線となるであるとか、安全資産と有効フロンティア上の任意の点で作られる最も望ましいリスクリターンの組み合わせを証券市場線というとかね、選択肢の E の、まあ、投資機会集合というというような、こういったこうなんとなく聞き慣れていないものが並び、であまりにも選択肢の A が、ね、当たり前すぎて、なんかこうもしかして罠があるんじゃないかってね、悩み始めちゃった方がいたのかなというふうに思います。ただね、これこの資本証券市場線とか、これ A って有効フロンティアのことなんですけどね、その名前っていうのは実は、平成30年とか29年、そこでですね、まあ、29、28と、ここら辺の直近の過去問で出てる、本試験で出てるキーワードなんですね。ですからこのキーワードっていうのを思い出せたのかなというところと、あと、まあ、フォーカステキストの方で言うとね、キャップ M の公式ってどうやって導き出すんだっけって話ですね。まずリスク資産の曲線があり、
無リスクリスクね、無リスクリスクの、証券あり、その2つの組み合わせでポートフォリオを考えた時には、この危険資産のあるこの曲線とこのリスクフリーレートのリターン、これを結ぶ直線になる、ね、でこの直線を表す公式がキャップ M というのはベーシックの講座の中でもしっかりやってる内容なんですね。ですからこの図をね、まあイメージといいますか思い出せることができたなら、これ意がバッテンというのも分かりましたからね、こういう罠に惑わされずに、安心してですね、この青を選択して正当してほしかったなっていう問題ですね。ではですね、次に、最後に取り上げたいのは、第22問ですね。第22問というところで、まあ、問題をねちょっと確認していくと、まあ、A 社はというところから始まり、5000万円の資金を必要とする新規事業を始めようとしているという流れに始まってね、まあちょっと真ん中は省略して、第1案は5000万すべて株式発行と、第2案は、2500万円は株式発行で、残りは借り入れするというようなね、そういう内容の問題ですと。で、設問1は第2案の自己資本利益率というものを問われたというところで、これなぜこんなにというかね、あんまり得点できなかった理由というものがね、ちょっと不思議な感じなんですね。で、先ほど見た過去問の番号が書いてあるところね、番号が書いてあるものですね。皆様、24年はもう手に入らない方いるかもしれませんけれども、26年のね、この15-1-2で、平成24年とか19年も解説までではなくて問題だけであれば、まあ、診断協会のホームページからね見ることもできますので、問題だけでもね、ぜひこれは目を通して見ていただきたい。出題のパターンも全然一緒で、なんでこんなに、正答率が、まあ、50% 満たない結果になったのか、すごく不思議ですね。で、これ第2案、説明1の方を見てみると、第2案の自己資本利益として、自己資本利益率として最も適切なものはどれかというところで、ここね、ここ見落とした人がもしかしているのかもしれないと若干思います。法人税は存在しないものとすると、これ財務会計の一次試験でね、よくと言いますか、たまに見受けられるんですけれども、法人税 40% ってね、ずっとずっとそう思って先入観でいくと、まあ、大怪我することがあります。過去には、まあ、法人税ない、ね、法人税は存在しないという前提を置かれたこともあれば、法人税 50% というような前提が置かれたこともあると。で、これ結果として何が起こるかっていうと、計算は簡単になるんですね。で、一次試験って、電卓持ち込めませんから、まあ、計算を簡単にしてくれるという思いやりなんじゃないかというふうに思うこともできますが、法人税 40% ってもう刷り込まれちゃってね、固定的に思っちゃってると、こういうとこ見落とすとね、正当に結びつけない、せっかく計算して公式まで覚えているのに、正当に結びつかないようなね、悲しい結果にもなりますので、問題はちゃんと最後まできちんと読むと。というところを忘れずに対応していただきたいなと。で、この設問2の方ですね。設問2の方は合否を分ける問題というふうに分類されたものですね。これ MM 理論。非常に MM 理論出題多いんですね。ちょっとここ去年かな。ここ数年は出題ないんですけれども、それまでね、毎年毎年のように出題されていたと。毎年毎年のように出題されていて、すごく基本的な話ですよね。負債かける税率が、企業価値、その分企業価値上がると、ね、この問題 30% だったんですよね。ここで間違えたのかな、もしかしてというふうに思います。法人税率括弧1の方は存在しないって書いてあってね、過去に設問の方は 30% だって、どちらも 40% じゃないんですね。まあちょっともう緊張してるところでね、
スルスルと言ってしまうと見落としがちなところではありますが、こういうところも含めてですね、しっかりとアウトプット、新しい問題に60分という制約を持って対峙するというね、そういったアウトプット、それもですね、しっかりと学習していっていただ、トレーニングね、していっていただきたいというところですね。ではですね、過去問、実際の過去問持っての振り返りというのはこれくらいにして、最後ね、正解選択肢という、まあこれおまけのようなところですけどね。まあ毎年毎年言うんですけれども、財務会計ってなぜか選択肢の伊藤が大好きと。伊藤が大好き。ね。平成18年からずっと書いたんですけども、今年どうだったかなっていうと、今年はね、残念ながら右ではなくて、いいの当たり年。ところがね、7問、6問とほぼ似た感じですね。今年珍しくばらつきがなかったんですよね。で、私これ毎年毎年、まあ授業の中でも言ってるし、直前でも言ってるし、徹底解説でも言っててね、財務会計は伊藤が大好きってあまりに言い過ぎたのかな。今年はなんかバランスいい感じではありますが、結果としてね、ずっと言い続けてきた以下うというところで、いの方にね、重みがあったかなというのがね、確認できるかと思います。ではですね、最後にこれからの1年ね、来年度は、一次試験の日程が早まってます。まあ、オリンピックの影響で早まってますからね、早めのスタートしていただいた方がいいかなと思いますけれども、じゃあどういうふうにね、学習をしていくのかといったところですけれども、まあね、一次試験、相当に学習をしていた受験生でもね、80点とかというのは非常に難しいですね。なぜか、まあ、なぜかというと、と言いますか、まあ、国家資格の試験ですからね、そんなに高得点の人たちがいっぱい出てしまうと、それはそれで問題に問題がある、出題された問題というところに何か問題があるんじゃないかというふうな見られ方もしかねないというところなので、まあ、うまいとこね、60点のところにボリュームゾーンが来るような出題のされ方をします。でそこから先60点まで持ってくる知識力っていうのはね、もう淡々と粛々と勉強すればね、丁寧にですよ、勉強すれば60点まで持ってこれるんですけど、60点以上ね、70点80点以上になると、もうすんごい勉強しないと4点上げるのすごい苦労するんですね。でところがね、そこに力を入れるよりも、60点というところを知識ね、それから現場対応力ね、そういったものも合わせてバランスよく、学習をするというようなね、ところが非常に重要だったかなと思います。でこの知識力と回答力っていうのはどういうふうにバランスよく身につけるかっていうとね、まずは基本的な論点っていうのをしっかり身につける、これ実力の骨組みって書いてありますけれどもね、バランスよく骨子を身につけていく。その次にやることはもう過去問を読破する。これ気をつけてほしいのは読破っていうところですね。もう過去問やってくださいっていうと、ひたすら過去問をね、年度ごとに頭から全部やろうとすると、まあ、非常に真面目な姿勢の方たち多いんですけれども、そうではないですね。学習した論点のところを問題だけまず読むんです。問題だけで、どういう聞かれ方をするのか、ね、その次にやること、解説読むんです。あ、こういう問題はこういうふうに解いていけばいいんだと、ひたすら読む。でひたすら読んで、まあ、時々ね、アウトプットとかいうところは当連とかね、中上級コースとか模試とか、そういったところで実際に新しい問題に60分という制約の中で、解いていくと、そのためにこうインプットしてきたものをどう使うのかっていうのをね、アウトプットというトレーニングといいますか、勉強方法で身につけていっていただきたいなと思います。ではですね、以上で講義は終了になります。お疲れ様でした。